さあ打ち合い。おっとこれは。おおこれは。出足から。バックハンドから。ドライブがオーバー。ラケットスピード速いんですよね。ほう。このボールですね。おっと逆なりますと、はい、ちょっとパーソンの方が最近は有利なんですよね。ほう。というのはやっぱりパーソン両ハンド振れますんでね、はい、確実に。こうなりますとちょっとパーソンの方が今有利になったんで、ちょっと振ります。これはストレート。これはクロス。おっと打ち合い。スタート当時のように思い切って早いタイミングで打っていった方がいいですよね。こういうタイミングですね、はい。さあ第2ゲームスタートです。あドライブが決まった。そうですね、なるべく前でかけるというふうにしてる方がいいですね。こうなりますとちょっと辛くなるんですね。あーサービスポイント。あーこお今度はハンさあカウントは5アン。おお裏面のようにですね、パーソンが思い切って一発ドライブかけてしまうとですね、あーサービスポイント2シックス。あ逆をついた。で、ね、はい、でちょっとボールの威力が落ちるような時ありますんで、ね、これ打ち合いは。おこれは。おっとこれはサービスポイント。かけられるとちょっと不利になりますんで。これですね。返してる。つなげるか。あっと。いいかもね。あバックドライブ打った。このバックハンドまた8-9。おお逆をついたバック、はい、あこれですね、いきなりも9点。あーっとですよね、パーソンのバックハンドでですね、キムのフォアに来るバックハンドが嫌なんですよね。キムテクスの思い切ってですね、早いタイミングで攻めていくしかない、ね、おっとラッキーポイント。さあバックバック。動いてるですね、ボールが。あストレートへの攻撃か。キムテクス、あドライブポイント。
っとエッジボール。このバックハンド決まる。これも。サービスポイント。7-4。さあドライブとドライブと打ち合いだ。これは出たらパーソンがかけますんでね。ラッキーですね。これはラッキーです。でしょう。これは。さあ、しのいでる。パーソン。疲労度が高まっているか、キムテックス。いいレシーブですね、今のは。そうですね。ましたね。パーソンのボールが。これはオーバー。今度はどのような攻撃を仕掛けるか。これは見事な。これは。ドライブがオーバーしております。さあ、第4ゲームスタートです。これはすごい。積極的ですね、パーソン、今日は。いいプレーですね。これはサービスポイント。見事なドライブ。これはストレートへの。ストレートへのドライブ。緩急つけてますからね。おっとブロック。打ち。さあ打ち合いだ。キムテックス押してる。ドライブをクロスに打った。サービスポイント。バックハンド決まる。ドライブが決まった。ついてるでしょうか。さあゲーム見ていきましょう。これはドライブポイント。キムテックスのサービス。
りました。はい。キム鉄。おっと。ドライブ。おっと。キムテックスですけど、技術的にはちょっとパーソンの方がちょっと余裕あるんじゃないですかね。はい、が大変ですけども、まあ、記憶は勝ってると思うんですね、キムテックスが。お、ドライブとドライブの打ち合いだ。わあ、鋭い。キムテックス対パーソンは3対2でキムテックスが勝ちました。